カオキム・ホルンは、カンボジアの政治家、国際政治学者、外務、国際協力省長官、カンボジア国際関係研究所諮問委員会、副議長、首相補佐特命大臣を歴任し、一貫して、アセアン問題を担当する。また、カンボジア大学共同創設者として、同大学学長及び政治学教授を務める。政治学博士。 カウクムフオンとも表記される。カオは1966年、コンポンチャム州、コソチン郡において、学校教師の子として生まれた。ポルポト政権時代、彼の家族はバッタンバン州の水田で働かされ、政権崩壊後は、大国境近くの難民キャンプで数年を過ごし、やがてアメリカ合衆国に移住した。百八十五年七月に、米国バージニア州、 ハーンドン高校を卒業し、1989年5月には、テキサス州、ベーラー大学を卒業して、アジア学学士を取得した。同年、オハイオ大学のナショナルフェローシップ小学生に、選ばれて2年間を修士課程で過ごし、1991年3月に、国際問題学修士、同年6月に、政治学修士を取得した。同年、ハーイ大学の博士課程に進学。 カンボジアは平後の1993年1月に帰国すると、まずはじめにアジア財団の支援に基づき、国連平和維持活動に関する調査活動を行った。1994年には非政府系シンクタンクカンボジア平和協力研究所所長に就任したが、この時の研究所はまだ書類上の存在であり、一つの部屋、一択のテーブル、二脚の椅子。 一台のファックス機しか与えられていなかった。また2001年からは、王国政府外務、国際協力省顧問を兼ね、両職を2004年まで務める。2001年5月、学位論文、カンボジアの対外政策と、アセアン否定刑から加盟国へ、を執筆し、ハーイ大学マノア校において、政治学博士を取得した。2003年、首都プノンペンに、 カンボジア大学を設立し、以降は、同大学学長及び政治学教授を務める。2004年、王国政府の外務、国際協力省長官に任命され、閣僚会議事務局付属カンボジア国際、関係研究所諮問委員会副議長を兼ねた。2007年7月、オハヨ大学より、公益事業学名誉博士を贈られた。2013年9月総選挙の後、顔は、 奮戦新内閣の首相補佐特命大臣に任じられ、9月24日の第5期国民議会により承認された。その後、2016年4月4日の内閣改造でも留任する。ありがとうございます。